川崎を追う広島、そして残留争い勢いをつけたいジュビロの対決。前半31分広島コーナーキック、柴崎のボールに最後はティーラシン先制します。まあ、これはいいところに本当にティーラシンがいましたし、はい、まあ、ジュビロのマークのズレというのがこう2人出てきてますよね。まあ、ファーに流してうまく完全にファーサイド、ティーラシンはフリーになりました。そして後半に入ってこれは綺麗な形、はい、追加点も14分に取ります。これは熱かったですね。まあ、柏も入って最後和田ですからね。はい、完全にこれで広島のゲームの流れになったかなと思われました。でしっかりと中もね、入り方もしっかりとできている中で、まあ、奪った点ですし非常にいい形でしたね。はい、しかし20分このコーナーキックのルーズボール、川俣が合わせます。大きな1点でした、これはね。まあ、ただしっかりと仕掛けた中でのもらったコーナーですからね。このぐらいから結構クロスが入るようになってきたとは思いますけど、これで流れが変わります。この後完全にジュビロペース、押せ押せムードになります。でこれは田口で逆サイド、桜内、これは本当に足を出したら入ったっていうシュートだと思いますけど、まあ、やっぱり気持ちが乗り移ったんでしょうね、ボールに。そうですね、結果合わせたんですけどいいところに飛んでます。で最初にボックスで受けたのが荒木なんですよね。まあ、桜内が入ることで荒木が前に押し出された形になりましたし、まあ、どんどん好転してきましたよね。で最後はこのセカンドボールの反応でベリーシャのファール PK。 まあ、見えるところから西村さんの角度からよく見えるかと思います。これを小川幸輝が決めます。 J1 初得点。